クロワークス。いや、いいな。ちょっと二輪の人が使ってるキャンプグッズ、もう一回俺ちゃんと考えてパッケージングしよう。はい、どうもクロワックスです。ということで、年末企画会議29、30、31で新しくできたこちらクロワークスベース、ここでね行わせていただいた年末企画会議なんですが、そこに参加していただいた皆様の愛車紹介ということで、今回皆様の愛車紹介バババッと撮影をさせていただいております。今回のお車はこちらでございます。ダイハツのハイゼット、新車で買われたこちらのハイゼット、さあどんな方が乗られているんでしょうか。オープニングのね導入部分で皆さん見ていただいたと思いますが、クロマークスがねご紹介させていただいた商品ほとんど入ってるなんかある意味クロマークスコンプリートカーみたいな状況になってるこちらのお車なんですが、実際どういった形で車中泊してるのか、お車の方紹介していきたいと思います。はい、ということでオーナーはこちらの方でございます。ということでサングラスで変装していただいてる、お名前振動さんでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで今回ですね、年末企画会議、年越しに参加していただいた振動さんなんですが、こちらの車購入されたのはいつですか。先月の15日だから、まだ1ヶ月ちょいしか経ってない、はい、そうなんですよ。納車1ヶ月であのバタバタバタっといろんなものがもうすでに導入されているこちらのお車なんですが、まあ、これからの展望もあると思いますので、これからの展望も踏まえた上で現状どんな感じになっているのか、どんどん紹介させていただければと思います。で、外装なんですが、外装をパッと見どこかいじられているところあるかなっていうのはパッと見わからないんですが、これ今スタッドレスなんで、スタッドレス用のタイヤホイールくっつけてる感じですよ ね、 ですね。それ以外の時って何か入れられてます。これソートさんのスプリングだけですですよね。はい、ということで入っております。納車1ヶ月でもうすでにですね、フォレストオートさんのスプリングが導入されていると。納車時は純正状態ですか。純正ですね。納車してすぐ、はい、三重の方行ったんで純正状態で2000キロ走ってたんで、はい、その後バネ交換されて感じられたこと、いつもスグルがいいいいいいい言ってると本当にいいのかよって思う人結構多いんですけど、実際に導入されたユーザーさんの生の声として導入されて何か感じたことってありましたか。やっぱり曲がるときに怖くなくなりました。高速で走ってるときにふにゃふにゃしなくなったっていうのがでかいですね。あのふらつきなくなるっすよね。なんで車高上がるから風の影響を受けやすいでしょって皆さん結構言われるんですけど、足がしっかりした分横風を受けたとしてもふらつきが減るんですよね。東京ゲートブリッジ、はい、通るんですけど、はい、まああそこわりかし風強いんですよ。強いですよね、うん、揺れにかなり強くなりましたね。あー、そういう風にね一般の方に言ってね、クロワークスのチャンネルでそういうこと言っていただけるの本当にありがたい。これ足は2駆ですか4駆ですか。4駆です。もちろん4駆やった。来た、これもうこれ行きましょう。林道走りたいで未舗装林道走りたい友利社長がね、企画してるイベントありますが、むちゃくちゃ気持ちいいからみんなで走るというような形で4駆モデルを購入されてということでですね、バリバリこれからやっていくよみたいな感覚このお車からビシビシ伝わってまいりますが、このお車乗る前ってどんなお車乗られてたんですか。ダイハツのコペンですね。ああ、いいですね。コペンからのハイゼット乗り換え、うん、で実際にそのコペンって結構スポーツモデルじゃないですか、はいはい、重心も低くてということで運動性能が高い軽自動車としてカテゴライズされると思うんですが、はい、そういったそういうコペンから乗り換えてハイゼットになって、うん、フォレストオートさんの足を入れてその感想を聞きたい。やっぱりね、はい、走ってて、うん、まあそれは背の高い分風に煽られます、はいはいはい、コーナーやっぱり揺れます、はい、まあ、ロールします、はい、するんですけど、はい、純正の時は結構それひどかったんですよ、はいはい、純正は足回り、はい、でもリフトアップスプリングつけて、はい、普通に走れるようになった、うんうん、コペン乗ってた時の方が首都高とかもコーナーの進入速度速かったと思う。まあまあそりゃそうですよね、うん、ただブレーキ踏む回数が減りましたね。ちょっと踏んで、うん、結構速度落とさないと、うん、首都高のジャンクションのカーブとかわりかし怖かったんですけど、うん、今だと普通そこまで気にしなくても大丈夫、まあ、むしろ車体より中の荷物が揺れないかなぐらい心配の方が強いですかね。リアッチオープンお願いいたします。はい、行きます。はい、ということで、はい、これも見てね、あっていう風に気づかれた方いると思います。見てください、これ納車だって1ヶ月ですよね。1ヶ月ですよ、1ヶ月半かにもかかわらず、はい、ここ見てください、親切丁寧なリア横バーっていうこのシール、
はい、MGR さんのベッドキットが入られていて、そのベッドキットの上にはフォレストオートさんのパーフェクトマットがもう入っている。これベッドキット導入されたのいつ頃ですか？これも 1,2 週間前かなと言っても、まあこの1ヶ月なんですけどね、全部、うん、ね、マットももうそれはもうあの、はい、カートラの時に買ってたんで。あ、そっかそっか、カートラジャパンの時にその場で買ってくださったんですもんね。これ結構いいやつっすよね。これどこのシェードっすか？アイズさんの。あー、アイズさんのシェードって結構高価だった気がするんですけど。高かったっすよ。そうですよね。これでも断熱効果期待できるよって言って定評の高いシェードをしっかり入れられてということで、いいですね。本物志向でございます。神道さんはあの本物志向でございますという形なんですが、ね、実際にこれスライドドアから見させていただいてもよろしいでしょうか、うん、ということでオープンお願いいたします。はい、はい、ということでこちら、はい、最上位クルーズターボでございますということで、こっちのシートも左右分割可能な、あ、しかも片側延長使ってる、ちゃんといいですね。このシートレイアウトいいですよね。これじゃあ片側延長されてる状態で、互い違いに長さを調整していて、でさらにこれ左右分割可能なフレーム形状、ここね2本取り外しするとシート出せるんですよね。フレーム一続きなんだけどシートは展開ができるような状況になるんで、3名乗車可能な状態のシートレイアウトで、就寝スペース確保可能というようなお車でございます。いやなかなか面白いんですよ。延長マットも含めて考えると本当に自分のスペースに合った、そうっすね、自分の、考えるレイアウトってことが可能になってくるんで、そういったところ参考にしていただければと思うんですが、で車内なんですけどこれジャッカリ、ジャッカリですね。これでけえやつじゃないですか。なんですがこれだけ容量あれば十分ですよね。十分ですね。にもかかわらずですよ、これもう一個ちゃんとサブでスワオキのちっちゃいの持たれてると。あ、普段はこれです。あ、普段これで車中泊するような時にはこっち、そうっすね、持ち出して電気毛布の電源用。あー、いいっすね。こちらのコンテナボックス置かれてますが、ここに基本的にじゃあ調理する時はこれを台に使うような。そうですね、普段は別にあのこれ台で作ってないんですけど、はい、こんな感じですれば、はい、あ、これすげえ。これこの状態でここはもうなんか丸く面取りされてるじゃないですか、うん、でこっち側はカット状態で、うんうん、あの既製品、既製品ですよね、うん、でこれがちょうどコンテナボックスの上に来る、まあ、まな板兼テーブル兼みたいな。でこれどこで売ってるんですかこれ。これあミサト、リクシル、ミサトの、じゃミサトって出ちゃった。僕がよく行くスーパービバホームじゃないですか。そうそうそう、スーパービバホーム行くと結構ね外で泊まってるクロマックス号を見て声かけてくれる方が結構最近増えてきました。はい、三里のスーパービバホームたまに出没してます。 で売ってるんですねこれ。そう、へえ。で、はい、もし火使う時用に遮熱板としてアルミの板、あ、これアルミ、完全アルミですか。あ、本当だ、完全アルミ板で、あえてこれあれ剥がしてないですね。でもこれでここの上に乗っけとけば、はい、熱いもの置いても大丈夫。一応、ああ、でこれ調理器具入ってる感じなんですか。わあ、メスティン、ラージメスティンにガスにということで、あ、クッカーも含めて、いいですね、いいですね、いいですね。でこれパッと見ですよ、こうやってここも見させていただいてもそうですし、こういったところ持たれてるところを見ると、そもそもハイゼットを買って初めて車中泊をしようというよりも、もともとアウトドアやられてたんですよね。やってましたね。あのですよね、もともとバイクでキャンプやってたんで。ああ、じゃあ二輪のキャンプツーリング的な。なんで、いや荷物簡素だなっていうイメージ持ってたんですよこれ。車内見させていただいても荷物結構簡素だな、でいろんなものがこう雑多に入ってますとかいうような感じで言われてますけど、にしては一応ね今日車の中で車中泊になりますよっていう話をしていた中で、参加していただいた分には荷物かなり簡素だなって思ったんですが、そういうことですよね、うん、二輪で、キャンプとかツーリングを楽しまれていたんで、基本的にグッズがコンパクトに収まるような軽量かつコンパクトさ、しかも本物のあの、あ、なんていうんですかね、丈夫かつ堅牢的な、まあそうです、まあそうですね、そういうのばっかり、うん、いやそれいいっすよ。だってここに一通り必要なクッカー類、調理器具類と焚き火台と、でこういう小さいヘリノックスとテーブル、組み立て式のテーブル、うん、これね、二輪のキャンパーさんが、二輪乗るキャンパーさんが使ってるグッズ、大いに参考にすることによって、こんだけ広大なスペース確保することができるんで、あのね、パッケージングってやっぱ重要ですよね。そこの重要性に関しては二輪でキャンプされてた方が一番シビアな気がするんで、まあ、あれの上に物を乗っけなきゃいけないんで、この中に収めるとか。そうですよね。
そう考えると軽自動車で車中泊もしくはキャンプ楽しまれる方でもですよ、車だからといって大きいギアを購入してしまうのではなく、二輪の方参考にしてこういうギアを選定するとむちゃくちゃ広いスペース確保できるよっていうのは今思いました。だってこんなに何にも乗ってないような雰囲気でありながら、まあ災害対策的な意味も含めていざっていう時に生きていけるためのツールがここに全部揃ってますもんね。あとはね、はい、まあそうっすね、本当に食料庫だけがどうしようもないんで、あー、まあまあ食料はね、なんですが、まあ、そういうギアはもうここすでにもう積んであるよっていう状態を考えるんであれば、これも最強の状態ですね。いやいいな、ちょっと二輪の人が使ってるキャンプグッズもう一回俺ちゃんと考えてパッケージングしよう。いやこれ大いに参考になります。あの今後もね、イベント参加していただけるようなことがあれば進藤さんお会いすることがもしかしたらできるかもしれないので、そういった時は二輪のキャンパーさんが使ってるグッズってどういうもんなのって話聞いてみると面白いかもしれません。いやー面白い話聞かせていただきました。進藤さんありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで今回はですね、進藤さんのお車紹介させていただきました。納車したてほやほやクルーズターボ4駆でフォレストオートさんのスプリングが入ってて、息継ぎして、MGR さんのベッド入っててフォレストオートさんのパーフェクトマットが入ってる車ということで、あのクロマックスのコンセプトカーですね、はい、クロマックスのコンプリートカーそんな感じのお車になっていました。本当に皆さんありがとうございます。しかも納車されたてほやほやの新車、はい、そういうような形でですね、二輪のキャンパーさん、二輪乗りのキャンパーさんが使ってたグッズっていうのを利用されてるんで、むちゃくちゃコンパクトに、車内が出来上がってるというような、そういったレイアウト、参考になるレイアウトを皆さんご覧に入れられたかと思いますが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録ぜひともお願いいたします。します。またツイッター、インスタグラム、クロマックスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。あ、そうだ、ちなみになんですけど、なんか、コンテンツ運営とかチャンネル運営とかされてたりするんですか。全くしてないです。あ、やる気が続かないです。クロマックスに出ていただいてですね、はい、そういった豆知識皆様に披露していただければと思いますんで、今後ともどうぞよろしくお願いいたします